まして、まずはこの事実確認をしながら、まあ、問題点が、一体どういったことがあるのかということを、まあ、皆さんと少し議論させていただきたいと思います。じゃあすいません、音源の方よろしいですか。ごめんなさい、これ どこから、どこから。で、大臣がデジタル庁の入退室管理とアクセスのね、それはさ、そのもう新しいなんかシステムを実験的に入れてくれてもいい、まずここは大臣の発言でいいですね。その通り。つまり大臣はデジタル庁の入退室管理に、新しいシステムを実験的に入れるという指示を出した。で、手が高いというのをこの幹部が言っているのは、これ値段が高いっておっしゃってるんですか。これもちょっとそういった言葉がちょっと聞き取れないので分かりませんけれども、ちょっとこの文章で手か高いはつながらないんじゃないかと思います。じゃあ何ておっしゃったんでしょう。いや、すみません、それはこれね、もともと議事録出してというふうにおっしゃった前回お願いしたと思うんですが、議事録はどうなりましたか。これ内部の会議、内部の会議でございますので、議事録は特に作成してございません。定例会議だと、正式な定例会議ですよね。定例会議であっても内部の会議でございますので。まあ、じゃあ次いきますよ。で、平井大臣が、じゃあ松尾先生に行って一緒にやっちゃってもいいよ。これは大臣の発言ですね。その通りです。はい。で、彼が抱えているそのベンチャーでもないな。そこの顔認証をはっきり言って NEC より全然いい部分が、だから聞いて、これは大臣の発言ですね。その通りです。でもうどっから取ったっていけるし、早いアルゴリズムがとっても優秀だ。で、IT 戦略室幹部が分かりましたと言ってる。これ完全にですね、いわゆる入札談合関与行為で、契約の相手方となるべきものをあらかじめ指名すること、その他特定のものを契約の相手方となるべきものとして、希望する旨の意向をあらかじめ表示し、または示唆すること、これに当たりませんか。大臣の発言であるということは今私からも申し上げた通りでございますけれども、これ自体ですね、別に大臣から指示というわけではなくて、大臣から提案と。これ提案、何のための提案かというと、まあ、デジタル庁の入退室管理のあり方を検討するにあたりしっかり勉強しておくようにという趣旨だというふうに我々受け止めています。ですので別に入札行為があるわけでもなくて、今のご主張については当たらないというふうに思います。このですね、書き起こしの中で大臣は NEC に発注をするなど言っている部分はこれ実現してるんですよ。大臣の指示として、皆さんからいただいた、これ再委託の図もいただきましたけども、再委託の関係図を見たら、実は再委託、再々委託は全くお金がほとんど変わっていない。
だから一番の受けたところの、ね、契約になった会社は減らされたけど、そこから再委託再々委託は全然お金が変わっていない。つまりそこまで配慮しているのに NEC だけ全部なくなったんですね。こういうようなことをやっている指示がある会議の中で、その前段の部分だけ、いやなんかどの会社かわからない、まあそれはいいんです。正直言ってどこの会社かというよりは、そこを念頭に大臣が指示を出していることが問題なんですね。ですからちょっと今のでは全然その説得性がないですよ。だってこの講談の部分はしっかり大臣指示として実現されている。4月7日の時にこれを言われて皆さんはそれを実行している。なのにその前段の部分は、いや会社の名前も自分は聞き取れませんでした。そんな会議あるんですか。念頭に何のベンチャーかも私たちには分かりません。講談はめちゃくちゃ指示通りに動いているのに、その1分前に言っているセリフだけは、いや私たち聞き取れませんでした、いや大臣が何のところを念頭に置いているのか分かりません。これあまりにも不自然で、いや何かをやはり出したくないんだなというようにしか私たちには見えません。ですのでそこの顔認証とはっきり言ってるわけで、 NEC より全然いいと言っているこの指示があるのはどこなのか、それはやはりはっきりさせていただかないと。これ税金ですからね。大臣の自分の企業がどこをやるのかっていうのは、それは別にご勝手ですけど、私たちの税金を使って新しい庁を作るところの入隊室管理が、なんで大臣のよく知っていらっしゃるところ、そこを示唆されているのか、これ非常に問題がある部分ですから、ちゃんと答えていただきたいと思います。そうでしょ、 NEC の部分はちゃんとこの指示通りやったわけですよね。NEC の関係について、先生も国会でよくご質問をいただいておりまして、もともとこれ海外からの観客向けの機能ということでございますので、海外から観客の受け入れ断念ということに伴いまして、これは国会や閣議後会見でもご答弁させていただいているんですけれども、まず官房長官のもと木原補佐官で機能不要となる機能がありどういったものが不要となるのかということを整理をするということで、その中でもですね、顔認証機能というのは不要となるというような整理をされたということでございます。それを踏まえて IT 室において契約の協議を行ったということでございますので、なんて言いましょうか、顔認証機能を不要としろという整理については決して平井大臣の独断であるとかそういったことではないというふうに私ども理解してございます。すいません、今勉強会でですね、途中で今原口座長がいらっしゃいましたので、じゃあ原口さんの方からお願いします。おはようございます。地産して申し訳ありません。今日はこの感染団子防止法違反ということで少しお話を皆さんからお聞きして、役所の皆さん本当にご同敬の至りというか同情いたします。変な大臣を持つとですね、いろんな指示が来る。でこの間も何人の前で、干さなきゃいけないと言ったのかっていうのを、これお答え多分いただくと思います。で与党の人たちが法律を無理通すっていうのは自分たちの利権のためじゃないかと。カジノ法もそうでしたね。カジノ法で無理通して結局最初に捕まったのはそれを推進していた自民党の議員、今裁判になってますね。で今回もデジタル庁、なんでここまで無理して作るんだろうと思って見たら、その大臣がこういう状況と。でこれ全部開示してください。私たちも政権の時にですね、私の総務省の政務三役会議はすべてリアルタイムでオープンにして流してました。だからこの音源を確認したってここに書いてあるけど、音源出せますでしょ。ぜひ皆さんを守るためにもですね、実質オープンにして、閉じたところでは必ずカビやダニが生えてきます。でとんでもないことを言っている可能性があります。私も非常に残念です。この平井さんといくつも議員立法をこれまでやってきました。それもこういう背景で、持ちかけていたんだなんていうのはとても信じたくないもんですから、ぜひ、立証責任は役所の側にある、平井大臣の側にあるということを申し上げて、しっかりと説明を求めて、ご挨拶にしたいと思います。今日特定の子社名について言及した事実はありませんと、ここについての大臣のその説明なんですけれども、大臣は自分は言ってないけれども、まあ、エイシーズと言ったかどうか別にしてですよ、自分は言ってないけれども、なんか誰かがそんなようなことを言ったというふうにおっしゃっているのか、要するに音声自体、このさっき聞いた文書のテープだと、なんか誰かが何か言ってるわけだから、でそうなのか、それとも持ってらっしゃる音源が、文春の出してるものと違う、こういう音声が入っていなかったと。
加工されてたという意味なのか、ちょっとそこのところを説明していただけませんか。そこは、申し訳ありませんけれども、このテープ自体、音源自体ですね、先ほど聞かせていただいた音源自体、割とこう、もごもごしているので、よくわかりません。加工されているかどうかに関しては。加工されている可能性もあるわかりません。いや、自分たちを持っている音源と、だって、分子の音源って比較できる、はい、なので、先ほど申し上げた通り、あそこは大臣の発言ではなくて、出席者が、合いの手というかですね、を入れたのではないかというふうには思います。いずれにしても、古社名については発言もしてないですし、この会社名について、はい、それは古社名発言してないというのは、それは大臣の認識であって、音声自体は、あそこの中に何だか誰か何か言ってることが入ってるわけだから、演出を言ったかどうかですよ。今、合いの手っておっしゃったけど、何を根拠にし、合いの手っておっしゃったの？その音源に、合いの手が入っている。だって合いの手だったら誰かが何か言ったっていうことじゃないですか、そうしたら。それは冒頭申し上げた通り、誰かが何か言ったんじゃないかと思いますというふうに思います。ないかと思いますじゃなくて、誰かが、いや、A シーズとは言っていません。A シーズと言ってないという根拠は何なの？発言に入っておりませんので、そういった会社。誰が言ったんですか？会議の出席者ですね。いや、複数出席しておりましたので。いや、一つね、すごく不思議なんだけど、どうも大臣は加工したという趣旨、この公開されている文春の音声は、加工されているという趣旨のことを言ってませんか？そこは我々は聞いたことないです、そういったことは。言ってない。そういう説明してませんか？この録音データを加工しているという話は我々は。いや、要するに録音データ自体に信憑性がないということを言ってませんか？それはないと思います。そういった発言は我々は大臣から聞いたことはありません。じゃあ録音テープ自体は信憑性がある。本物だと、こういうことを認めてるってことですね。録音テープの元となる会議が4月7日の会議ではないかということは大臣。会議を録画してないの？ですので会議の音声データは、存在いたします。ただ別にそこに何人、参加していたかはわかりません。参加者が特定できない定例会議をやってるんですか？そういう会議なんですか？恐ろしいわ。そっちがよっぽど問題ですよ。本当に、ちょっとごめん。参加者は何人か特定できなかったっていうのは公式の答えでいいですね。いいですか？あ、すごいですね。何を確認したんですか？システムをちゃんと確認したんですか？アクセスログとか何を確認したのかということを説明してくださいよ。会議は何というソフトで会議したんですか？通常の、テレビ会議のソフトでございますけれども、これは発注してるからね、要するに国のものだから何かっていうのは分かるはずですよ。そうですね。役所で一般的には WebEX と Teams を使っております。で、当時のこの会議が、ちょっとどちらの、ソフトを使ったのか、ちょっとそこが、今確認、私の記憶にないので。だけど確認してきたんでしょ？技術的に。確認してきて、二つのうちの一つかが分かんないわけですか？すいません。そこは、正確にどちらかということは、すいません。今申し上げることできます。出身企業などに席を置いたまま、IT 室で勤務している非常勤職員の方がたくさんいらっしゃいます。私、これが、官民癒着の温床になるんじゃないのかということをずっと申し上げてきたところです。で、今回みたいに非常に不透明なやり方っていうのもね、結果とすればそういう IT 室の中でそもそも人的な結びつきがあって、特定企業に対してこれを推奨するとか、あるいは排除するとか、こういう発言が出てくるっていうのが、今の IT 室のその構成そのものが生み出してるんじゃないかということをやっぱり厳しく指摘しなければならないという点でも、これ全体像をぜひ明らかにしていただきたいと思いますし、事実関係をまず示していただきたいと思ってます。次回まで。じゃあ山田さんから。私たちにとってはこの A シーズという名前が、ね、出たかどうかは本質的な問題じゃないんですよ。特定の企業がいいと先ほど提案指示を平井大臣がしたのかどうかというところが私たちが問題視しているところで、そういう意味では A シーズかどうかは分かりませんけれど、このそこの顔認証はっきり一定の処理全然いい部分というふうに言っているということは、どこかは分かりませんけど、どこか特定の企業の顔認証がを大臣が指示あるいは提案されたという理解はよろしいですか？そういったものも含めて勉強するようにという提案があったというふうに理解しております。その後勉強したんですね。
その後の事務方の行動を説明してもらえますか。まあ、さまざまな技術があるというところで、まだそこは勉強中ということです。だから勉強中という言葉の意味をですね、もうちょっと具体的に、いついつ、誰とどのような形で会合をしたとかですね、その勉強の、こう、なんていうんですか、記録というか、をですね、教えていただきたいんですよ。まあ、ACES の松尾さんに、いついつ連絡取って、で、いついつ、勉強会を開いたとかですね、で、その勉強会の出席者は誰と誰と誰であったとか、そういうのはあると思うんですね。4月7日にご提案を大臣からいただいているわけですから。すいません。それは、まあ、中長期的な話ということで我々も受け止まっておりますので、特段そこで、ご紹介できるようなことはございます。じゃあ、その後事務方としては何も行動しなかったということなんですね。勉強は特にしておらないと。大臣から、そういういいベンチャーがあるから、勉強したらどうということで、ご提案を受けて、それに対して、アプローチをして、勉強しましたということはないということですか。幅広くさまざまな企業の話は聞く機会がございますので、そういったところで、まあベンチャーを特定したということではございませんけれども、企業からの話は伺っております。だからさまざまなヒアリングをしたわけですね。そうすると企業との その日常的な付き合いの中で、そういった顔認証についての話は聞いています。じゃあその中にエーシーズも入っているということでいいですね。入っていません。入っていません。じゃあ、内さん。はい、すいません。先ほど会議の音声があるとおっしゃったので、ちょっと私も全体どんなお話をされたか知りたいので、音声全体、その4月7日定例会議の音声を出していただけますか。それと、ちょっともう一度確認なんですが、4月7日の会議は、じゃあオンライン以外で、大臣と一緒にいたのは一体何人でどなただったんですか。何度も申し上げていますけれども、音声に関して、何人そのオンラインで当時出席したかに関しては、いえ、そうでしょ、そんなこと言ってないじゃないですか。それと音声を持っていらっしゃるとさっきおっしゃったので、その音声をお出しいただけますかと、私たちに音源をお出しいただけますかと、その定例会議全体の音源をお出しくださいというお願いと、あとリアルでじゃあいたのはどなたとどなたとどなただったんですかとお聞きしております。すいません、音源に関しては我々のちょっと内部のものですので、私から今お答えできる立場にはありません。申し訳ありません。で、検討して持ち帰ってください。持ち帰りますけれども、そこはあくまでも内部の会議ということはお伝えしておきたいと思います。それで、いやいや、その答えはちょっと承服できない、はい、音源であっても電子的データなので、行政文書ですから、これは行政内部にある、行政文書としてですね、資料要求されれば、個人情報等情報公開法5条に例外として定められている部分は黒塗りにしてよろしいが、それ以外の部分については提出をしなければならないです。持ち帰らせていただきます。でリアルの場はですね、すいません、これも私の記憶にしかでしか今申し上げられませんけれども、先ほどの CIO、リアルは CIO いなかったか、すいません。向井審議官、それから、そこに何人かの、人間いましたけど、すいません、そこも整理させてください。すいません、ちょっとね、確認したいんですけどね、つまり、この今問題になってるのは、そこの顔認証っていうのはどこの顔認証かと。そのね、平井大臣が言ったそこがどこかということなんですけれど、そこはエイシスである可能性はあるんですか、それともエイシスである可能性はないんですか。わかりません。1点は、NEC を干すということで、1月14日に契約をし、5月の契約もしてるんですけれど、まあ、そこから減額してるということは、NEC が1月から契約をして、まあ、システムを作った部分は、これはシステムを NEC は作ったけれども、その部分をゼロにしたということで良いのかというところが1点。あともう1点が、皆さんそろそろお引越しをされていると思うんですけども、6月21日から、新庁舎になる、移られると思うんです。東京ガーデンテラス紀尾井町に、行かれるということなんですけども、
ここの入る入居のところは、今、ヤフーさんが入っておられたフロアに入られるのか。で、これ、その時はじゃあ顔認証を使わないで、マイナンバーカードで認証して入るという、そのシステムで、やられるということになるんでしょうかね。お願いします。すみません、一つ目の、ご質問に関しては、NEC の、担当していた顔認証連携システム、これはもう、先ほど申し上げたとおり、海外からの、その一般、はい、はい、はい。NEC はやってたんですよ、5月に契約を変えるということは、1月から5月までは、システム開発をしたんですよね。それを皆さんゼロにしたということですね、契約額は。ただ、システム開発はできてた。開発に着手をされてたとおっしゃると、もちろん1月に契約しておりますので、NEC さんは顔認証連携システムについて開発に着手されていたというのは事実でございます。まあ、一方で、ご案内のとおり、3月の事情変更がありましたので、この部分、について契約の解除の対象ということで整理をさせていただきまして、受注したと、その旨で、まあ、合意をしたと、まあ、協議をした上で、まあ、合意したということで、まあ、この部分の、まあ、お支払いが、まあ、ゼロになっているということでございます。NEC からしたら、株主許されない話になりますよ。システム開発全部ゼロにされたっていうのは、ちょっと交渉記録出すように言ったら求めてますから、それまた出してください。で、次の引っ越しのところお願いします。新しい庁舎に関しては、これ不動産仲介業者からの提案で、決めたものでございます。はい、じゃあ会社、ヤフーのとこです。ヤフーさんのフロアがなくなったところに入られるということでいいんですか？そこは不動産業者からのその提案として、これからの引っ越し先を選んだということで。いえ、だから聞いてるんです。ヤフーさんのフロアの後に入られるんですか？同じフロアですか？まあ、前の入居者に関して、をここで個社について申し上げることではないというふうに思っておりますけれども。はい、すいません、4月7日の平井大臣のご指示なりご提案なりの以降のですね、ヒアリングについてですね、A シーズは入っていないということを先ほど教えていただいたわけですけど、松尾教授なり、松尾研究室の関係の方々、あるいは松尾教授の、要するに、関連の人たち、松尾教授の下で顔認証のシステムを開発している方たち、からのヒアリングをしたかということについてはいかがですか？いくつかの会社からのヒアリングをしているので、その中でちょっと入っているかどうか確認させてください。いや、だってさっきは A シーズは入ってないともう断言されたんだから、じゃあ松尾教授の関連の会社なり、松尾教授からヒアリングをしたかというのももう分かってらっしゃるでしょ。 A シーズという会社の名前、我々も聞いたことが初めてだったので、うん、そういうことを申し上げたということで、うん、日常的に我々が聞いている顔認証に関しての、というか、企業との情報交換の中で顔認証の話題が出ることに関してですね、どこまであったのかというのはちょっと確認させてください。これちょっと確認ですけど、そのデジタル庁の入退室に顔認証を入れるということですか、それとも日本全体の顔認証システムについて支援していくということですか？そのね、はい、なんで全社でしょ、デジタル庁の入退室。大臣のこの発言の文脈はそうだと思います。ですよね。何人いるんですか、デジタル庁。そもそもそんな顔認証システムはいるんですか？いや、ですので、人数に関してはですね、人数に関しては今回デジタル庁500人規模でということで考えています。でしょ？その何千人もいてね、もう中国なんかコモディティ化してますよね、顔認証。それをわざわざこういうところでね、考えとけっていう、そのセンスがわかんないですよ。全体でね、中央省庁全体で認証システムを入れて入退室を管理するという、そういうそのシステムを作るんだったらわかるけど、500人ちょっとの、デジタル庁にね、その番号を持ってて、あらかじめ分かってるわけだから、入れるっていうその発想がよく分かんないのと、それからもう一つは、その入退室システムで、ちゃんとチェックしてるのに、さっきの会議にこだわるわけじゃないけど、会議の入退室って、それ、ノーズローなんですか？誰が入ったかも、後で追えないんですか？皆さんの会議は。いや、すごくね、私もサイバー、アタックとかやってたから担当で。それすごい、なんていうか、一番クリティカルなとこなんですよ。誰が入って誰が入ってなかったかと。それが今デジタル庁でできてないっていうのは、そっちが私、この、
よほどの問題だと思ってるんで、2つ教えてください。はい。前者に関しては、まさに今のご指摘の通りだと思っておりまして、どういった技術があるのかということは、大臣もですね、常々言ってるのは、やっぱり新技術、様々な新技術をいろんなところで試してみる、といったことは、常に念頭に置いた、検討を行うべきだということを言っています。ですので、その文脈で、顔認証に関しても、ベンチャー含めたですね、ところを勉強しておくようにという趣旨だったというふうに、理解しています。ですので、別にこれがですね、何か決まっているということではございません。だから21から入るところは、マイナンバーカードのゲートでやるということでいいですか。つまり、はい、テレビ会議の入会室の記録っていうのは、はい、皆さんは取ってない、確認できないという、そういう。デジタルになって、テレビ会議に関しては先ほどご指摘ありましたその、入室可能な人間は絞っておりますけれどもと実際にその場に誰かいた誰がいたかのについての記録は残していません。今それやめてほしい。それね、柏崎刈谷でそれが起きたわけですよ。誰が入れるかっていう ID カード持ってたけど別の人が入ってたんですよ、原発にね、コントロール室に。そんなことをやってたら事故起こりますよ。そこはご指摘受けたまわりますし、我々もですね、今回の話がありまして情報管理に関してはですね改めて徹底して考えたいと。行政端的にも時間過ぎてるんでいいですか。じゃあいくつか宿題出しましたんで、特に念頭に置けるこの A シーズ、この、その発言相手何を指しているのか念頭なのかということをお答えください。今日はどうもありがとうございました。